起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ、私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。まずい。あ、大丈夫？え？めっちゃ強かった、この人。いや、これはちょっとさ、最初のまあ、なんていうの、秋山さんやった後だから一番最初の敵というわけではないけど、でも、このまだそんな強化してない状態ではちょっとめちゃめちゃ強かったね。いや、きつかった。オッケー。で、これどこですか？カードキー。こっちか。これか。オッケー。カードキーを使った。いや、強かった。まだ戦ったりしないよね。なんかあったりする？入れないか。いやー、なんかでもね、効く攻撃が1個あって、なんか蹴りが結構効いたので、蹴りで頑張った。頑張って削った。お、いますね。おい、どうした？まだ要は済んでないのか？クソ、なんでねえんだ。これじゃ足りねえ。証拠が足りねえんだ。おー、なんかめっちゃ来たよ。また足止めする？クソ。ほら、覚悟しろ。オッケー。よいしょ。ただ能力強化でちょっとさっきと違う技は取っちゃいました。一番最初戦った時と。なんか走って蹴り入れるみたいなね、取ってない。今壁ロンできない？あ、できるか。おっ、すごーい。壁ドンがなんかもうなんていうの壁に放り投げドンになっちゃった。はあはあ、うん、すまんの、今捕まるわけにはいかんのや。おー、なんかその優しいね、ちょっとね。どうした、大丈夫か。浜崎さんは大丈夫なの？あ、こっちは問題ない。あんたの方は？多分これだけあれば十分だ。とりあえずここから抜け出そう。あ、OK？ お、脱出しろ。あ、何？一緒に戦ってくれる感じ？これは。浜崎さん戦ってるとこ見たことないよね。この中とか、ん？監視台に行く前に、あ、鎖付きフック。隠したやつね。うん。屋上を経由してグラウンドへ急ぐぞ。 OK。 あー、わかった。この中もう入れない。何もないのかな。 OK。 じゃあ行きましょう。アイテム拾ってお、なんだ、え、なに、スナイパー、大変。まずい、狙撃手だ。俺は裏を回って奴を倒す。その間おとりになりながら、え、おとり前進んでくれ。分かったけどもおとりですね。あー、なるほど。しゃがむとかないもんね。あー、なるほど、赤になったら撃たれるのか。え、これどうすればいいの？ずっとずっと後ろに下がり続けてるけどいいのかな。まあ、ちょっと殴ったりして避けてってやんないとダメなのか。壊れかけの扉、こういう感じでしかないよね多分。 OK、 壊れた。そこなんかさ、あ、なんか誰かいる。こんにちは。え、ちょっとさ、こっち打って、こっちこっち打って。なんか投げられたんだけど、なんかやだ。あ、でも仲間も食らってるね、それ。違う、これドア壊したい。待って、避けて。いいね、みんな食らってる私が投げたわけじゃないのに食らってくれてる。あ、それいいじゃん、この辺でやってたら。あー、やめて。そこのさ、アイテム取りたいんだよ。なんかアイテムあるよね。あー、オッケー。これ取りたい。 OK、 今アイテム全然ないから大事よ。うわー、最悪。よいしょ、やばい。ここは当たんないのか。よいしょ、早く壊そう。ちょ、避けて。やばい、ちょっと一回回復しよう。能力強化もした方がいいね。ちょっと回復して、ちょっとコントローラー効かなくなってきたな。
そろそろ壊れたか。ちょっと能力強化やっちゃいますね。 OK。 これこの辺の敵別に倒せなくてもいいのかな。適当に進んでドア壊していけば大丈夫な感じ。なんだ、え、どうすんの。あ、間に合った、さすが、いけいけ。うお、なんだ、なんかこうこ、ステ、お、こちらだって、ステルスキル的なのするのかと思ったら普通に殴っただけだった。え、冴島、奥へ進むんだ、俺も向かう。OK、まあ、とりあえずこれ壊すか。じゃあ痛い。そのなんか手榴弾みたいなのはさ、あれ倒してからじゃないときついか。すごい敵になっちゃった。ちょ、落ち着いて落ち着いて。さっさと行っちゃった方がいい気がするんだけど。オッケー。佐島、よかった合流できた。またしたな。あと少しだ。先急ぐぞ。うん。やっぱ戦ってる方があれだよね。ちょっと。全然回復とかないしさ。今拾うものしか持ってない感じだから、なるべく戦闘は避けた方が、避けれるならいいのかなって感じしますけど。これまたなんか戦いそうだね。いたぞ、引っ捕らえろ。お、うわーいっぱいだ。まあ一生戦ってくれるかな。クソ数が多いな。でもグラウンドは目前だ、やるしかねえ。うん、あ、せやな、行くで。浜崎さん戦ってるとこ見るの初めてだね。うえー、かっこいい。よいしょ。まあでもやっぱこの、おお、浜崎さん戦ってるよ。もっと戦って、もっと戦って。いたまあでもやっぱこの、やっぱチャージ攻撃を間に入れるのが基本だね。やっぱ吹っ飛ぶのがありがたい。結構まとめて何人か吹っ飛んでくれるからね、2人ぐらい。浜崎さん何してんの、またスイするだけなんじゃないの。たまにいるんだよな、スイするだけの人。なんか強そうだから戦ってほしいわ。よいしょ、いいね。あー、当たんなかった。いいね、タックル。当たらない。タックル。いいですね。ほい、蹴り。ほい。これがさっきあのね、その斎藤さんだっけ、あの人に結構効いたの、この蹴りが。タックルじゃなくて普通のこの蹴りが効いたから、蹴りを地味に当ててなんとか削った。この人倒したの、あとこの人だけ。 OK、浜崎さんちゃんと戦ってたかな。あんま見てなかったけど、もらってこう。で、なんかもうあれだね、冴島さんはさ、自分が絶対強いって分かってて、自信があって、その倒しちゃってもすまんなとか言っててって感じだね。そのなんかいいな、そこちょっと桐生さんと違う感じがする。ん？あれ？ここじゃないの、行くの。道間違えてるか。あ、戻っちゃったのか。こっちね、間違えました。間違えちゃった。戻っちゃった。よし、鎖を隠したところまで急ぐぞと。ね。あれ？ドアどれ？これか。どこだっけ？あっちの端の方か。これダッシュできないもんね。あ、よかった。なんとかなった？ここやな。え、あ、これ登るのか。引っ掛けられる？そんな。おお、怪力。浜崎さんそれ何持ってるんだろう。なんか証拠とか言ってたけど。うわ、すごい。本当にすごくない？いける？いや、忍者じゃん。こうやって、なんか忍者ゲームとかでこういうのありますけど、すごすぎでしょ。先行け。お、
どうした、なんでオーロを先に。もともとこの脱獄はあんたが計画したもんや。それからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。なるほど。何言ってんだお前。俺はもう何も失敗しとうない、絶対に後悔しとうない。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ、刑務官が来てまうぞ。大丈夫かな、これで裏切ったりしないよね。心に届いたかな西島さんの言葉。そっか、なんかすごいいい人っぽいな。あー、いやそうだと思ったけど。どうすんのこれ。西島、どうすんの。うわー、戦うってこと。また来たよこの人、すごくない。佐島、早くしろ。佐島、何してんだ、早く。あんた先行け。え、あ、何言ってんだ。俺はあいつらを足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで逃げろや。佐島、はよせ。これどうすんだ。え、なんかちょっと不思議な BGM なんかちょっと、あ、そう、そういう感じ。あ、これでもあれか、あの秋山さんの時も流れてたか。え、うわわわわわ、さすがに銃が今度出てきたか。なんかもう逃げる気ないじゃん西島さん。ちょっとさい、待って待って、これちょっとひどいな。いや、この人だってびっくりするぐらい強いんだけどさ、それでこんな大勢で、しかも銃もいるの。いや、これ多分私勝てないよ。ちょっとびっくりするぐらい強いよこの人、この斉藤さん。いや無理だって。でもだってまず最初にさ、この周りの雑魚を倒さないと無理じゃない。よし、回復もして、これ銃じゃないの。ちょっと銃と、ちょっとでも減らそう。いいね、結構撃てるじゃん。よし、またあなたと戦うんですね。いや本当に強かったから嫌なんだけど。待って、私連打勝てない全然。ほんと連打が出ない。なんかね、蹴りが普通の、ほらほら、普通の蹴りが結構入るんよ。ほら、これでもう削るわ。ほら、いいでしょ。ちょっと地味ですけど、いや連打勝てない本当に。いやちょっと、ほらほら、普通の蹴りが入るんよ。一回避けて、一回避けて、いいね、避けて。いやー待って、この人本当に強いんだよな。起き上がって、起き上がって、横に避けてほしいんだけど、横に、横に避けて。オッケーオッケーオッケー、チャージ攻撃、あー当てられなかった。掴めない、掴める、いや無理だよね。いいね、投げれるかな。いいね、いいですね、踏んどこう。あ、踏めなかった。いいね、いいね、一回回避して。本当に連打勝てない、絶対負けちゃう。いや浜崎さん助けに来てほしいな。
助けに来てくれないのかな。なんとか逃げてその後助けに来てほしいけど、これじゃあ冴島さんがだって浜崎さんにただ協力しただけで終わっちゃうもんね。強い。いやこの人本当に強いよ。チャージ攻撃を当てた。うわオーラになった。最悪だ。当たんないんだよな。いいね。痛い。いいね。よいしょ。まあさすがに戦うのも3度目ですから、さっき1回失敗してね。痛い。1回回避して、回避の方向が難しいな。よいしょ。当たんないか。よいしょ。避けて避けて、一回回復しとこうか。あれ大変、コントローラーの十字キーが効かない。痛い。十字キーが効かない。浜崎さん助けに来てくれるといいんだけど、でもなんかもう裏切らないでくれたみたいなこと言ってたから気にしてるのか。やっぱちょっとあの前回の動画のさコメント欄とかにも書いたんですけど、あの龍が如くゼロをね私やってるんですけど、ゼロにね4の内容がちょっと出てきたんですよ。なのであの少しなんていうの、この法的にはまだ出てきてない内容について私知ってるんですよね。なのでごめんなさい、あのその話はどうしても出してしまうと思うんですけど、ちょっとネタバレに、なってしまったらごめんなさい。よかった勝てた。いやすごいわ。どうするんだろう。でもどうするの？あ、行くんだ。でもあそっか、倒してちゃんと行くのか、よかった。おーすごい。いやこれ普通の人は登れないよねきっとね。手も痛いだろうし。いけないの？よかった待ってたか。あんた頑張れ。おお、なんか頑張れでいいのかもちょっと分かんないけどね。実際のところ脱獄してるわけですからね。あんたなんで、なんかよ後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ。そっか。それによお前が二人目だったんだ。ん？あ？俺のこと信じてくれたのがよ。桐生さんか。え、そういうことだよね。あの時の。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。本当？あとは溺れ死ぬ前に育心が上がれるかどうかが問題だ。なるほど。お前には時間がない。先に行け。そやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。うん。あんた、それに俺には切り札がある。
さっき所長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。お、兄弟。ああ、形はどうあれ俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。冴島、いやちょっともう好きだわいやちょっともう最初から期待してたから、最初から好きなんですけど、知る前から好きなのに、いやもうこれ完全に好きだわ。冴島、冴島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みは最強だ。東商会、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。まさき、だからお前はここからだと思ったけどさ、逃がさねえぞこの野郎。いや、さあ、冴島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる、その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな、天崎、浜崎、おい。離すんだ、離せよ、おい、うわ、おい、やめろ、お、おい、や、やめろ。うわ、浜崎、浜崎。くそ。嘘でしょちょっと、ダブル A だったんですけど今。あのまま浜崎って言って終わりかと思ったんだけど、飛び込んじゃうんだそこで。あー、すごいですちょっとまあセーブして進みましょうか。あ、ポラトリューだ。まあそろそろいい時間なんで、まあこれ見終わったら終わりって感じかな。衝撃の連続すぎる。あ、キリュウさん。あー、はるかちゃん、かわいい。マメ、ちゃんと言うこと聞かないとダメだよ。ちょっとマメ、どうしたの。いつもはおとなしいのに。マメ。あ、これ何、流れ着いてるってやつ。マメってば。あ、そうかなとは思ったけど、まあ流れ的に。てか浜崎さんはもうあれ終わり？でもなんかこれがあれば大丈夫とか言ってたあれが気になるけど、生きてるかな、もしかしたら。あ、おじさん、おじさん、おじさんって、これは西島さんに対してだよね。あ、起きた、大丈夫、大丈夫おじさん。あ、そうだよね、おじさんって言うと桐生のおじさんが浮かぶけど、ううあ、よかった。ここは、あ、体が痛そう。ここは朝顔養護施設です。施設、はあ、でもよかった。おじさん浜辺で死んだみたいに倒れていたから本当に心配しちゃった。浜辺、
そうか、流れ着いたんか。うん、本当に大丈夫おじさん。うん、今うちの、ごめんなさいちょっと笑っちゃう、おじさんがどっちのおじさんか分かんなくなるからね。うちのおじさんね。はい、この施設の管理人の人がね、遭難者なんじゃないかって警察に連絡に行ってる。だから安心して。まずいんじゃないの警察。起こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっとまずい。あ、大丈夫？え？おじさん？え？そんなことある？いや、めっちゃ可愛いけど、そんなことある？ああ、よかった。あ、でもそっか。その、異性とかいなかったっていう今のは表現ってことだよね。どうしたんだ、遥。あ、おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。キルさん、あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ、キルさん、それじゃあ行ってくるね。久しぶりだね。そうだよね、ずっと刑務所にいたから。そもそも異性を見るのが久しぶりだったっていうことだよね。なんだ今のはと思ったけど、そういうあれか、表現か。